人の話がマジでリアルに聞けるっていうのが大事。これ知らないから転職ってうまくいかないよね。転職したい人これマジ聞いてよかったね。実録、元教師タンクさんの転職道中膝振りでーす。何これ、何これ僕書いてないですか。国語の先生だったんでね。今回ね、タンクさん会です。そして先に言っておきます、はい、転職したい人に関して言うともう神会でございますね、はい、今ね、転職したいなとか、今の仕事のままで本当にいいのかなとか、他に選択肢があるんじゃないかななんていうふうに思ってる人にとって、今のその仕事を一生やり遂げるっていうその考え方もう古いよ。今のうちから転職っていう選択肢も持っておくといいと思うし、今日最後もね、聞くんだけど、ダンクさん自身も今独立してるので、その独立っていう選択肢に関しても聞ける、教員だった頃の話ね、そして転職後の話、そして独立の話っていう3つが聞けるんで、ガチでもうリアルのもうそこにいますから、ダンクさん、ちょっとね、顔出しがね NG みたいなんで、偉そうに、そうなので顔出しせずにね、行きたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。このようにドラゴン先生のね、ビジネスに関しての情報、このバチバチにね、いい情報流してるんですけど、直接ドラゴン先生から学べる、そういうね、イベントの情報なんかは LINE からお伝えしていますので、ぜひLINE の方で登録をお願いいたします。それでは行きましょう。じゃあまずね、僕の方から説明していきます。タンクさんのニックネームですね、本名は明かしてるんですか。本名はですね、タンクローリーっていうんですね。やばいっすね、すごすぎた。全然拾わないんで。ということで、現在25歳、若いんですよ。実は教員歴は2年あります。大学出てすぐに先生になったんだよね。そうですね。これどこでなったかっていうのは言っちゃダメだろう。長野県です。長野県、長野県の先生をやられてたということです、はい、でそこから2年で退職して建設業界に転職したと、はい、建設業界はそれどこ。名古屋ですね。長野から名古屋。そうですね、もともとタンクさんは名古屋。そうですね、出身名古屋です。名古屋ですよね。でそして1年経ってもう辞めたと。そうですね。辞めたのはいつ。2022年4月なので今年の4月ですね。なるほど、はい、そして現在独立して8ヶ月9ヶ月か9ヶ月ですね、はい、ということで独立して9ヶ月だから、まあ独立したてだよね、まだ1年目っていうところ。そうですね。ですよ。ドラゴン先生の動画編集を始めたのはいつぐらいだったっけ。転職と同時ぐらいだったと思うんですよ、うんうん、教員の時は副業がダメだったので、うんうんうん、それぐらいだったと思います。1年弱という。そうですね、うん、ところで動画編集者として今、独立しているよというタンクさんですけど、はい、で今日タンクさんに3つの質問をしていこうかなと思っております。なぜ先生辞めて転職をしたのかっていうところ、うん、転職して実際どうだったのっていう話、独立してみてどうですかっていう、やっぱ公務員を経験し、そして転職も経験し、そして独立も経験していると。これ結構だからタンクさんレアですよ。レアですかね。レアですよ。若いうち今もう辞めようと思ってる人たちもいっぱいいるんだよね。そうですよね。ママタミコーチング塾僕やってるけども、そこでもね、やっぱ20代30代の方はめっちゃいっぱいいるから、うんうんうん、そういう意味でね、タンクさんぜひですね、いろいろ聞いていこうかなと思います。俺だって転職したことないから。最近だからこの動画も転職系よく回ってるじゃん、動画が。そうですね、転職に興味があるんだなと思うので聞いていこうと思います。まずもうズバリ、なぜ転職したんですか。はい、転職したのはですね、うん、ずっと教師やってるのもなーっていう思いがあったからです。出たよこの一生教師やっていくのか俺はと。そうですね、はい、それちなみにそれどのタイミングで感じたの。1年目ですね。あ、もう1年目で。1年目でなってる。この瞬間っていうのは特にないんですけども、周り見てみれば、うん、何十年も経験した先生も職員室にはいるわけじゃないですか。いるよね。ってなれば自分の将来がだんだん見えてくる感じで。1年目でだんだん見えてきたね。そういうことなんだろうなっていう。まあ、そうだよね、うん、例えばそれこそ40代の先生、まあ、俺みたいなのがいたらああなるんだなって見えるし、そうですね、まあ、50代っていうと、まあ、管理職の先生が50代が多いと思うから、うん、ああなるんだなって、そう思った時にタンクさんどう思ったの。ずっと楽しくないかもしれないずっと楽しくない、はい、っていうのは誰も楽しそうじゃなかったっていう。ああ先生だよね、はい、そういう見方をすればそうかもね、うん、もちろんその先生らなりに楽しくはやってると思うんだけど、うん、辛そうな場面多いよね。僕も大学から希望を抱いて入っただけあって、うん、あその辺が見ちゃいましたね。見ちゃうね。だから現場が今ね忙しいんだよ、やめようと思ったと。そうですね。なるほどね。転職のきっかけと2年目までやるわけじゃん。はい、その間1年目2年目とどうだったの。僕は
楽しかったです。あ、楽しかった。はい、やっぱ1年目で入ったっていうこともあって、うん、一番安定したクラスを持たせてもらえたんですよ。ああ、はいはいはい、よくあるね。何年生？2年生と3年生ですね、持ち上がりで。辞めるって言ったのはいつ？辞めるって言ったのは、2年目の9月頃ですね。結構ちゃんとしてるね。ちゃんとしてるというのは、はい、大体10月までに行ってくれみたいなのが一般的した、うんうん、なんだけど、俺、1月だから。なんて言ったの？9月に仕事変えようと思ってますっていうことを校長先生に。校長なんて言った？びっくりはしてましたけど、うんうん、なんでなんで？ちょっと座りなっていう感じで。そりゃそうだよね。で、その後なかった？やっぱ10月がちょっと一つの節目というか期限の一つらしくて、うん、僕9月の頭に行ったので、はい、1ヶ月はもう毎日校長室に呼んで引き止めるからって言われました。へー。9月に行ったってことは8月、夏休みに何かあった？実際次に1回転職をした先の会社があるんですけれども、はい、そこの社長さんと幼い頃から仲良くさせてもらってて、ああ、昔からの知り合いの、そういわゆる社長さんが建設業界です。そうです、そうです、そうです。で、そこに転職したのね。そうです、はいはいはい。で、その社長さんからもしよかったらうちに来てみんかっていうことで、タイミングよくなったのお声かけいただいて。転職活動っていうのは基本的にしてないんだ。転職活動してないんですよ。来ないって言われたから、はい、じゃあ辞めていったみたいな。そうです、そうです。はあ、転職活動をしなきゃいけないと思っている人たちからするとちょっと変わってるよね、多分ね。そうですね、うん、どっかに登録をして、うん、転職サイトとか見て、で、転職がっていうわけではないんだ。ではないですね。コネっちゃコネですね。コネです、もうコネです。ただね、ここで気になるのが給与どうだったんだって話だ。2年目なんてそこまで高くないとしても、うん、転職するとよく言うじゃん、先生って給与下がるよねって言うんだけど、実際建設業界の方に入ったら給与どうだった？下がりましたね。下がった。はい、ここだよね。学校の先生らが一番気になるのはこの給与がどれぐらい下がるのかっていうと、うんうん、基本的には転職すると下がるもんね、うん、どれぐらい下がったの？年間で100万ぐらい下がってんじゃないですかね。年間100万だと月々10万弱ぐらいってことだもんね。ボーナスが結構大きく違うところで。あ、そうだね。なんか教員だったら2年目でも年間で7、80万ぐらいは、うん、あ、そうなの？はい、2回合わせて。あ、2回合わせて7、80万。そんぐらいは。まあ、大体40万、40万ぐらい。そんぐらいですね。はい。いただけるだけありがたかったんですけど、ほぼなかったっていうところで違ってきたかなと思います。ボーナスがまあ1年目なんで、あんまなかったっていうのが、この業界のところかな。それ以外、まあ、じゃあ固定給はそんな変わらないっていう。そんなには変わらないですけど、まだ2年目なので。そういう意味で言うと、転職しやすかったかもしれないね。そうですね。ハードルは低かったと思います。まあ、俺、41の時に退職してるけどさ、600万か700万ぐらいあるわけだから、もちろん手取りはもう引かれて400万後半ぐらいだと思うけど、そうすると月々で40万ぐらいあったものが30万になるってことじゃん。苦しくなる、うんうん、相当苦しいですよね。苦しいね。田口さん、その給与が下がるってことに関してはどう？給与が下がることに関しては全然失敗しなくて、稼ぎもそんなになかったので、うん、生活費もそんなになかったんですよ。まあね、2年目だもんね、もともとね、はい、先生。そっかそっか。じゃあ実際に2つ目、はい、転職してどうだったって話を聞きたい。どうだった？本当に体力的にしんどかったですね。建設現場は。そうですね。どんな仕事だった？営業っていう形で入ったんですけども、うんうん、まあ、初日になぜかヘルメットを支給されてですね。営業後にヘルメットいいですね。はい、建設現場に行きですね、はい、資材をですね、まあ、40キロぐらいだったんですけども。40キロ、はい、肩に担いでですね、まだエレベーターもできてない建物をですね、はい、階段を使って3階とか4階に運び出すっていう。あれ、資材を40キロ、肩を40キロかよいしょって担ぐんですよ。すごいね。俺も柔道部だったけど、50キロ、60キロで投げてんだけど、そうじゃない、これ担いだもん、こうやって、はい、頑張っていきます。どうだった、それを実際体感した時に。体感した時に、しんどいなとは思ったんですけど、はい、もう絶対先生だったらやらんかったなと思いましたね。確かにね。でも、その仕事ばっかりでしょ？ではないですね。見積もり出したりだとか、うん、っていう仕事もありましたね、一応。そうすると、人手が足りてないという部分でいうと、まあ、資材も運んだりするし、見積もりも出したりするし、営業活動で言いながらもいろいろやってたみたいな感じ。そうですね。実際やっぱり人手不足は感じた？あ、感じました。若い人が全然いなかったです。しんどいんだろうね、結局。若い人たちも辞めてっちゃうんだろうね。そういう業界だったわけか。あと、なんかあった？例えば飲み会がどうとか。あ、ちょうどコロナの時期か。そうですね。なので飲み会みたいなのはなかったんですけど、うんうん、どうしてもやっぱり金曜日に、うん、明日
どこのこの現場行ってみたいなことはあって、うん、土曜日も結構働くっていうのはありましたね。月から金も働いて土曜日も行くみたいな。そうですね。で給与は先生より安いと。そうですね。あの残業代つくんですけど、うん、そんな追いつかなかったっていう残業代では。結構じゃあもしかしてだけどブラックだったと。ブラックはブラックだと思います。爽やかにね、はい、働いてからこの方3年間ブラックのところにいたんだね。はい。教員業界と単純に比べれないかもしれないけど、どっちが黒い？僕はそんな黒い中心にいなかったと思うんですけど、うんうん、建設業界も相当黒いと思いました。建設業界も黒いんだね。職人さんとかじゃなくて、はい、現場をまとめる管理の立場の人とかになってくると、はい、工事の期限迫ってくると、うん、日曜日も出勤とか普通になってくるので。なるほどね。僕は教員の業界しか知らないから教員のブラックさってよく分かってるけれども、建設業界もブラックなんだよね。そうですね。これそう思うとさ、医療業界どうなんですか、介護業界どうなんですか、教育業界どうなんですか、飲食業界多分全部ブラックじゃねえかっていう。この俺はやっぱりそのブラックで働くことっていうのは慣れてるし、まあ、タンクさんもある意味まあ慣れてるんだろうね今ね、ブラック。なるほどなるほど、よく分かりました。はい。一瞬間どうだ、それ辞めたいなみたいなのはあった？辞めたいなっていうのはありました。給料っていう意味じゃなくて、うん、今更かよってなるんですけども、うん、やりたいことじゃないっていうのが一番大きくて。なるほどね。転職活動をスキップさせてもらった、まあ、自分の責任だと思うんですけども、うん、なのでやりたいことをベースで決めるべきだなっていうのはすごく思いました。知り合いの社長さんから声かけてもらったからやってみようかなとやってみた。そしたらやりたいことじゃなかった。そりゃそうだった。そりゃそうだ。逆に言うと学校の先生はやりたいことだ。学校先生はやりたくて、子供好きなんですよ、うんうんうん、やっぱり楽しかったですし、うん、一番それを感じたのが、うん、転職してからあんま笑わなくなったっていう。子供といると笑うしね。笑いますね。俺はあの中学校の先生の時はずっと子供だったかもしれない。辞めてみました。で転職したらやりたいことじゃなかったな。でそれいつ行ったの、辞めるって。1月ぐらいですね。1月に行ったら、で社長なんですよ。社長に直接行ってないんですよ、まずは、はい、最初は、はい、直属の上司の方に行って話を伝えていただいた感じですね、うんうん、今だから言うんですけど、僕もまあまあヤバめの上司の下で働いてたんですよ。あら、ブラック上司。そういう感じですね。最後社長には謝罪されるっていうわけのわからん状況になったんですけど、なかなかヘビーな状況にはあったわけだね。あ、それはありました。退職は3月末で退職で。そうですね。じゃあ3月末で退職しました。教員2年、はい、そして建設業界1年という経験を経てフリーランス業界に入っていくと。独立を考えたのはなぜ？自分のやりたいことベースで考えていくっていうのが一番大きい反省だったので、自分のやりたいことをやるっていうのには独立が一番やりたいことができるっていうか、自分に裁量があるっていう方法だと思ったからですね。自分がやりたいことをやるために独立するっていうことだね。それ以外の業界を考えたの？例えば教員業界、建設業界に来て、他の業界は？他の業界は全然考えてなくて、うん、副業で動画編集を始めていて、うんうん、その動画をやったらすごい楽しかったんで、うん、これだって思ってたのが大きいですね。動画編集が好きになったとするならば、多分独立が一番いいよね。そうですね。あ、もしくはまあ副業でもいいけど、動画編集ってさ、めっちゃ時間かかるやん。そうですね。あれ片手間でやるもんじゃないから、うん、そういう意味では動画編集者として独立するっていうのは確かにルートとしていいかなと思うんだけど、で実際には独立して9ヶ月目かね。どうですか？大変ありがたいことに忙しくさせていただいていてですね、うんうん、社会人の3年間で培ったですね、うん、ブラックさを存分に発揮することができて。今年もブラックになってる。はい。でもこんな楽しいブラックないやろなと思ってますけどね。皆さんこうフリーランスをちょっと勘違いしてる人多いんじゃないかなと思っていて、ブラックから逃れて独立起業しようと思ってる人なんか、まあ、あいよ、逃げ道としてフリーランスを選ぶなんていうのは絶対やめてもらう。戦いだから。そう、フリーランスでも自分その身が集客もするし、セールスもするし、スキルも発揮しなきゃいけないし、戦うべきは僕らとだからね。タンクさんもこう9ヶ月間だけど大変なことあったじゃない。めっちゃありました。うん、例えば？例えばですね、何も考えずに経費使いまくってキャッシュアウトしてなっちゃったじゃないですか。あるね、はい、経費ね。フリーランスになって一番いいのは経費が使える、ね、そうです ね、うん、みんな経費ってちょっと分かんないかもしれないけど、例えば売上100万
経ちましたって言って経費何も使わなかったら100万に対して税金がかかるんだよね。100万ぐらいの売り上げだとかかかるのかな、 10%、20% ぐらいかかるのかなと思うんだけど、売り上げ100万で全部経費でしたって言うと税金がかかんないわけだけど、手元にはお金は残んないわけ。この状況をキャッシュアウトなんて言ったりするけど、それをやりかけたってことですね。そうですね。あとはこれからどうやってより自分の事業を大きくしていこうとか、そういうことは悩みましたよね。でもやっぱ一番大きい悩みはキャッシュアウトの危機でしたね。俺も一緒で、俺はなんか独立してすぐに売上としてだから352っていう売上を4月で1ヶ月で叩き出して、手元に200何十万が入ってきた時に、なんだこの世界と思ったわけ。フリーランスの世界ってさ、すごいじゃん、いい方じゃん。だけど次の月は売上が198で、手元に入ってきたのが150ぐらいだったかな。それでもさ、学校の先生なんかよりはめっちゃいいわけだ、最高だなと思ったけど、もう3ヶ月目には66万って売上なんで、手元に入るのはまあ30万か40万ぐらいってなった時に、これはやばいと思ってね。そこでもやっぱりじゃあ何してるかっていうと、結局学ぶためにお金がいるのよ。なんかじゃあ機材買うためにお金がいるのよ。お金は常に出てくから、出ていかずに成果を出すっていうのはめっちゃ大事だと思うんだよね。ここのポイントはね、やっぱね、独立した人たちめちゃめちゃ苦労するところじゃないかなと思うね。逆にさ、独立してよかったと思った、全部自分で決められることですよね。うん、まあ、いいこともそうなんですけれども、悪いことも全部自分の責任じゃないですか。いや、本当そう。なんかそれが割と楽しいって思える感じだったので、よかったですね、それは。まず誰かのせいにしてる人はフリーランスうまくいかないよね。そうですね。例えばこうやりなさいってメンターに言われたとして、それで結果が出なかったとしたら、師匠のせいじゃない。その師匠を選んだの誰ですかですか。そのアドバイスを素直に聞こうと思った人誰ですかですか。それぐらいの世界劇だから、簡単に独立って考えるのはこれは結構危ないね。逆にタオさんから見て独立に向いてるなっていう人とかいる？僕は独立に向いてる人は独立したい人だと思うんですよ。自分でそうやってやっていきたい、自分でやっていけるって思う人って多分独立したいと思うので、もうそういう人は独立していいし、逆に不安だなとか会社員じゃないとやっていけないなって思ってる人はまだその時期じゃないのかなと思いますね。独立したいなと思わなかったら無理か。独立させられるって状況で 100% うまくいかないと思うんですよ。あ、そうだよね。いやいや独立しましたってね、これはうまくいかない、ね、そうですね。夢や希望を持って独立するわけじゃん、はい、その時にこれだけはこう身につけといた方がいいとか、これだけは必要だとか、これは気をつけろみたいなこと、独立の先輩として、はい、あればぜひ。当然なんですけど、全部自分が起こしたこと、いいことも悪いことも、この考え方が全部の土台になったなとは僕は思ってるんですよね。なので全部自分の責任、この考え方できるようになったらいいんじゃないかなと思いますけどね。ママタメコーチング塾でまず徹底するのはそこだよね。自責っていう言葉で、これ、ね、自分の責任って風にして教えてなくて、全て自分が作り出しているっていう言い方なんだよね。責任を負っちゃうと、なんか責任感じて自分であダメだ、自分のせいだって、あ、そんなこと思ってなくて、でもこの動画に出演するかしないかも全部自分だし、この出演したことによってタンクさんのことにじゃあめちゃくちゃアンチコメントが来たら、それも全部自分なんだよ。俺のせいじゃないから、俺になんか来たら俺の課題なんだけど、タンクさんの課題はタンクさんのものなんだよね。タンクさんのことをこうやって話聞いて初めて聞くこともあるんだけど、それは必要以上にタンクさんの課題に俺は行かないようにしてるんだよね。タンクさんが今後どういうふうにしていこうかっていうところで言えば、タンクさんがもううちの社員ですみたいな、そうになれば、それはタンクさんにあれこれ聞いてこうしなさいああしなさいって言うけど、タンクさんは独立してるんだから、その独立した人に僕はああしろこうしろっていうのはないよね。だからこういうふうにしてやっていったらどうなんていうのは、それもちろんママタメコーチング塾の塾生でもあるからそこでは言うけども、それ以外は特にはないかなと思って、タンクさんが作り出している現状だと思うから、それを楽しんで味わってほしいなというのは僕の願いかなと思っています。そうですね、独立に関してもこんなふざけたタイトルしてたけど、すごい真面目な話になったかもしれないけど、なぜ転職したのか、実際転職してどうだったか、そして独立してどうだっていう話を聞いたと思うんだけど、これ聞いてさ、やっぱり転職、いや独立って思ってる人たちに、なんかちょっとタンクさんメッセージだったらぜひお願いします。はい、
僕はですね、転職とか独立ってしなきゃいけないものだとは思ってないんですよ、はい、転職とか独立の選択肢を持つ、うん、ってことはすごい大事だし、うん、自分を助けることにもなると思っているので、うん、特にそうだったんですけど、若かったのでまだ、うんうん、給料がそんなになかったので、うん、副業してその給料に追いつくハードルも低かったんですよ、うんうんうん、その選択肢をまた持つためにも、うん、副業ですよね、まずは始めてみるってことで自分の可能性広げてもらえたらいいんじゃないかなとは思います。若いうちだからこそチャレンジできるってこともあるよね。そうですね、いや本当それはあると思うし、俺ねやっぱり若ければ若いほどいいと思ってる。だって25歳でドラゴン先生の動画編集を、言い方あれだけどやらせてもらえてるなんて、ね、こんな幸せなことないんだと。でそして実践ができるわけじゃん。実践ができて、しかもコンサルの方のコンサル受けれるんだよね。そしたらさ、タンクさんはじゃあもう1年後、2年後、3年後で自分がそうやって YouTube をコンサルできる側になってくるわけだよね。そんなんだったらもう、じゃないですか。いつやるかなんだよ、結局。転職したいな、転職すればいいし、独立したいな、独立すればいい。キャッシュアウトは気をつけた方がいいよ。そうですね。だけど、まずチャレンジした人が大きな成果を得るなっていうことは、これは40歳から退職して、41歳から独立したドラゴン先生だって、2年9ヶ月で、年商も6000万、7000万って来てます。もう来年は絶対に1億を超えます。そうなってるのはなぜかというと、チャレンジしたからなんだよ。だからさ、どうしよっかな、レベル感の人はやめた方がいい。独立したらいいかもな、逃げようと思ってするレベルの人は、うまくいくわけがないってこと。タンクさんや僕と勝負するんだから。だから、強い思いを持って、独立したい、転職したい、こういう思いがなかったら、絶対うまくいかないから。うまくいくよ、独立、うまくいくよ、で、あの、ママためコーチング塾になったら、稼げるようになるよって、そういう誘いじゃないから。なめんなって話。もう一回一回立ち止まり、本当にどうしたいのかってところ、ここと繋がってもらって、で、よし、自分を独立しよう。そうやって思った方は、ぜひ、ママためコーチング塾の体験会、来てほしいなと思います。決めた人しか成果出ないから、決まってない人、来ないでください。それぐらい、強く言いたいなと。あと、まあ、ドラゴン先生と話したいなと思って、今、体験会来る人も増えてきてはいるんだけど、僕はそういう人は大歓迎です。ただ、果たして終わりよりも、もったいないよね、これ。じゃなくて、変わろうって、これまでの人生じゃない人生にチャレンジしようという人たちを、僕は心が待っていますので、体験会、希望している人とか LINE の方が登録できますので、ぜひ LINE 登録よろしくお願いいたします。ということで、生きる力は稼ぐ力、ドラゴン先生でした。大丈夫、あなたならできるよ。またねー。